カレンカレーはインドの影響を受けた料理です。クメルの食文化が混ざっている場合もあれば、取れない場合もあります。確認できません。最初は足を組んだりする姿勢を記述するために使われ、瞑想や祈りと呼ばれ、タイ人を高校で使用しています。アレンカレーはタイ人の昔からのカレーメニューです。そして昔はアレンカレーは鶏肉を麺にしよう。鶏肉をカレーに入れるときは鶏肉を細かく刻みません。でも先陳につけて鶏肉はアレンカレーと呼ばれる方法で足をだからです。だから鶏肉のアレンカレーと呼ばれています。タイ人がインドの影響を受けた食べ物です。スパイスが香るカレーペーストの匂いのせいか、ハレンカレーの見た目から見ればいいのに、ハレンカレーはタイ料理です。でも魅力的なタイカレーです。カレーですがあまり辛くありません。甘いくらいです。カレーは牛肉、鶏肉、豚肉、エビで作ることができます。ご視聴ありがとうございました。Yes, yes, 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 yes